Hola a todos. Hoy vamos a hacer hamburguesa rellena de queso al estilo japonés, que está muy sabrosa. Empezamos. 最初に玉ねぎを切っていきます。玉ねぎは1/2用意してください。これをみじん切りしていきます。こんな感じに切ってください。はい、玉ねぎが透明から薄茶色に変わったので、これで完成です。はい、ではハンバーグの種を作っていきます。まずはじめにパン粉の中に牛乳を入れてふやかしておきます。はい、でこちらは一旦置いておきます。で今日は合いびき肉、豚と牛肉の合いびき肉を用意しました。この中に材料を入れてこねていきます。まずブラックペッパー、塩小さじ1/2ですね。でナツメグ少々で、この中に先ほど作った牛乳とパン粉を入れていきます。でこちらをよく混ぜます。あ、玉ねぎも入れます。さっき作った玉ねぎを入れます。はい、混ぜます。粘り気が出るまでよく混ぜてください。はい、こんな感じで粘り気が出ていい感じになったら一旦冷蔵庫に入れて15分ほど休ませます。はい、ではお肉を待っている間にピザ用のチーズを 100g ですね、4等分にして丸めておきます。はい、こんな風に丸めました。はい、ではチーズが丸め終わったらハンバーグの種をチーズにくるんでいきます。こちらも4等分にします。大体で大丈夫です。真ん中の方をへこませてチーズを入れます。で覆いかぶせるようにチーズを隠していきます。中の空気を抜くようにこうやって叩いてください。火を通りやすくするために小判型にしてます。それで、はい、こんな感じです。はい、ではハンバーグを焼いていきます。熱したフライパンに油を敷き中火で焼いていきます。ここから中火で焼いていきます。焼き目がついたらひっくり返して再度反対側も焼いていきます。はい、でここからは蓋をして7分から8分蓋をして焼きます。で弱火に切り替えます。はい、7、8分経ったので中を開けて確認します。はい、もうチーズが出てます。これを取り出します。ではこの肉汁があるフライパンでソースを作っていきます。まずケチャップ大さじ6杯で、ウイスターソース大さじ4杯醤油大さじ1。はい、でこれを煮込んでいきます。だいたい弱火で1分ぐらいですね。ちょっとチーズ入ってる。はい、ではここにバター 10g 入れます。
バターが溶けたらソースの完成です。